房総半島の先端の近くにある千葉県和田町。この町にはゴルフ場が一つもなく、代わりに豊かな自然が残されています。内房線でも外房線でもここ和田浦駅が千葉からは一番遠い駅です。人口およそ5800人、3人に1人が老人という過疎の町に、今日は都会のお客さんが訪れてきています。和田町の豊かな自然の中で学びながら過疎の町の人たちと交流しようというネイチャースクールワクワク和田の参加者たちです。2000年に活動が始まって3年目になります。みんなほとんど手作りなんですね。でなるべく地元の素材を、間に合わなければ買い入れますけれども、地元の素材を使いましてね、冷凍食品とか使わなくて、あとはもう一つは家庭の主婦の味ですかね、お母さんの味じゃないかと思うんです。そこがいいんじゃないかと思いますけどもね。ところどころこういうふうに置いていただいて、ところどころに全部に置いちゃいけない、端の方もきちんと大生の感覚があるからこちらは残してもいいんですけど、これ巻いてる方ですから残してもいいんですけど、挑戦。それ。よっしゃ。薄いなこっちの人、かわいそう。素晴らしい。4つの方が勝った。4つの方が勝った。素晴らしい。講義の後は山に入っての下草刈りです。大勢でやると炎天下の辛いはずの作業も楽しくはかどります。ネイチャースクールには農業や林業、園芸や牧畜、それに漁業など、和田町の生活と産業に関連するいくつものコースがあって、年に7回から8回のペースで催されています。だから生活のいろいろな場面で交流が深まっていきます。和田港は関東近辺ではただ一つの捕鯨基地です。取れるのは房総沖に住む小型のツチクジラ。しかし捕獲を許されているのは7月と8月の2ヶ月間、年に26頭だけです。小型とは言っても体長は10メートル以上ですから、近寄ってみるとその大きさに圧倒されます。取ったクジラは一頭一頭丁寧に計測して水産庁へ報告します。ネイチャースクールの人たちに解体作業を見てもらおうと、昨日は捕鯨会社の人が日没ギリギリまでツチクジラを追っていたのだそうです。房総の沿岸捕鯨は江戸時代からずっと続いてきた生活文化でした。しかし一頃は資源保護だとか哺乳類のクジラを食べるのは野蛮だとか言われて、肩身の狭い思いをしながら続けられてきました。それがネイチャースクールのクジラ学の影響もあって、和田町の捕鯨も元気になってきました。
何百年と続けられてきた沿岸捕鯨が和田町の宝として認識されてきたのです。